どうもお疲れ様です。今回の舞姫大学特別講義なんですけども、罪悪感との向き合い方ということで、ナミさんの方から動画送っていただきました。私はですね、罪悪感とはちょっと違うかもしれませんけども、常に自己否定感っていうのをね、持った方がいいのかなと思って意識しているところがあるんですよ。この自己否定感っていうのは、あるね、決断や選択をした際にもしかしたら違うかもなっていう風な、この余地を残しておくってことなんですよね。まあ、そうすると他者からの指摘とか、なんか計画通りにいかなくなった時に、あ、この選択は根っこが間違えていたのかもしれないっていうふうに立ち返ることができるんではなかろうかと思うわけですよ。で、考えてみるとね、強い信念や自信ほど人とぶつかるものはないわけですよね。まあ、ですんで、そういう考えもあるよねっていうふうに、まあ、人の答えに耳を傾けるというか、違う選択はあるんではなかろうかっていうふうにいつも自分を疑っておくこと、まあ、これがね、前向きな自己否定感だと思うんですよ。よくね、自己否定っていうとね、なんか自分のことが自信がなくなっちゃうんじゃないですかみたいなことも言いますけども、その人格否定とは違うんですよね。まあ、そういうふうな自分の選択に対して疑いを持つんではなくって、もっといい方法があるに違いないという探求し続ける心かなと思ってますね。まあ、ベストの選択を繰り返して人は人生を作っていく、選んでいくというふうに思いがちですけども、今日という人生が最高のものになっていないという方がね、多いんだと思うんですよ。やっぱり振り返ると、どこかで選択を間違えたかなっていうところに確かめることが必要なのかなと思ってますね。はい、じゃあ今回は以上ですけども、ナミさんが前回送っていただいたね、あの T シャツの動画ですよね。あれやっぱりいいですよ。ああいうふうに自分で身の回りの製品が作れることっていうのは、会社のノベルティにもなりますし、まあ、それをね、メインで売ってそれで生計を立てていくってなると規模がでかくなりますけども、ほんのちょっとね、自分の気に入ったロゴやイラストが入ったもの、撮影した写真のなんかね、画像が取り組まれたもの、まあ、そういうのはちょっとね、ちょっとした楽しみとして、使えるんじゃないかなと思います。だから人にはね、なんかね、自分のキャラクターものを作ってみたいっていう気持ちちょっとあるんじゃないかなと思うんですよ。まあその中でね、自分の作ったものや自分の撮影したものなどがね、商品に反映されるってちょっと嬉しいんじゃないかなと思います。特に最近はね、 AI で自由なイラストや、それから絵画ですとかね、風景画とかっていうのが作れますん で、そういったもので自分の気に入ったものがキャラクターになると、なんか自分なりにやった感があるかなと。そしてそれを販売することによって、生計を立てるまではいかないですけどもね、まあ週に1枚 T シャツが売れて、売り上げ3000円、5000円と、で利益が500円ぐらいみたいなの残ると、ちょっとやった感があるんじゃないかなと。実はそういうふうな小さなニーズっていうのが最も多いんじゃないかなと思うわけなんですよね。まあ、これからもよろしくお願いします。それでは。